ただいまは二千二十四年六月二十六日の夜の時間帯です。えー、今日のアジェンダはこんな風っていうことなんですが、ちょっとその前にお話ししておくとですね、えー、今日二つ大きな話があると思います。一つは第三次世界大戦の危機、まあ、これは継続しているということですね。ですからもう一つアメリカのドルがもうダメになるんだというキャンペーンがまた行われています。これはサウジとアメリカの秘密協定があってこれを最初 サウジアアラビアは更新しなかったそれまではサウジアラビアはエクスクルーシブにです、ねえー、原油を売るときは全部ドル立てでし,か、えー、ドルでしか売りませんとサウジアラビアが売る原油は資金はです、ねえー、全部ドルでしか受け取りませんと売上代金はですね、えー、という約束をしてきたんだけどこれを6月上旬に破棄したんだとだからこれからはもうドルがダメになって弱くなるんだということを盛んに言ってるキャンペーンがありますが、まあ、これはフェイクニュースです。 えー、このことについては詳しくお話をします、ですから今日は第三次世界大戦、特に米ロ間の危機は続いているということ、それからこれは去年の8月、ブリックス首脳会談に向けても行われたことですけれども、もうアメリカのドルはダメになるんだ、ダメになるんだというキャンペーンを、まあ、これは反米主義者の人たちなんでしょう、日本なんかですと、特に中国共産党の影響力が背後に感じられますが、まあ、そうした人たちが言っているということです。まあ、ドルがです、ね、長期 低落傾向にあるとかつてのような世界の盤石の基軸通貨ではないということは私自身が言ってきたことなんですけれども最近言われていることはそれとは全く逆と関係ない一種の煽りですねこういったものに皆さん惑わされないようにした方がいいと思いますはい、今日のアジェンダなんですけれども 1. キューバ離れたロシア艦隊ベネズエラ行ったようですねとりあえずアメリカのすぐそばからいなくなったんでこちらの危機は去ったんですが他の危機はあるということですねそれ これからですねこれはロシア経済をどう見るかということなんですけども独自の経済成長モデル作ったロシアと3%成長と独自の経済圏ロシア的軍産複合体経済これがもうできちゃったんじゃないかということなんですよね、これはだから長期的にロシア経済はこのまま維持できるということですね、破綻しないということですね、か手てのような高度成長はできないけれどもということなんですよ。非常に粘り強い経済 経済体制を作っっちゃったとということですねどういうものかについては後でお話します6月12日ですがアメリカとロシアが相互に経済制裁をかけ合いましたこれアメリカの方が先にやったんですけどもロシアの方もユーロとかユーロ建てドル建ての取引は一切取引所でやらないということを決めましたで、えー、グローバルサウスあるいはブリックスというような枠組みを使う人もいますけどもリーダーとしてのロシアが交流しているというこれはね残念ながら事実だと思います、えーグローバル ルサースブリックスのリーダーとしてのロ,ロシアがです、ね、力を得てきているこれはもちろんその背後にえ自立した経済がうまくいっているということがあるわけですね、えー、4番目バイデングローバリスト政権の狙いは、えー、第3次世界大戦ワールドバリ3をやることなのかとではないかと思われます老中イランですねこれは悪の算数軸国家としてこことの戦いをもう始めるんだという体制に入ってますね 番目ですけど、ロシアというのはこれは独裁的ナショナリズム国家です。ナショナリズム国家ではあるけど、独裁的なナショナリズム。 ですこれは世界のリーダーに本当になれるのかっていうことですよね、最近も北朝鮮とかベトナムに行って周りを固めております、そういう同盟国いっぱいいるんだぞっていうことを示したいわけですけれども、えー、それからロシア、このブリックスというと入ってくるんですけれども、チャイナですよねロシアよりひどいチャイナ、これはとてもグローバルサウスを代表するところじゃなくて、グローバルサウスを侵略している政策を取ってるところですね、チャイナ、中国共産党政権は。一帯一帯路なんてののはまさにこの植民地 帝国主義以外の何者でもないこういったチャイナがですね中国共産党がまあ、ロシアの陰に隠れてグローバルサウスの自分たちはリーダーだというような顔をしているまあ、これは許せないということですよねそして実際そのリーダーたる資格はないのであちこちで圧力が生じているということですこれ書きました、えー、バノチースタンフィリピンフィリピンで今はひどいですねフィリピンのをいじめてます弱い者いじめですねこれアメリカが出てこられないだろうアメリカは中東にもコミットしているそれからウクライナ 何もコミットしてるんで動けないだろうというところで、えー、まさにロシアを前面に立てて、横でこそ泥みたいにですねフィリピンをネちネちといじめてるということですよね、今、フィリピンの当初、えー、ね侵略している。 えー、わけですそしてこのバローチスタンと書きましたバローチスタンはですねあのパキスタンの南にある地域でバローチ人というこれは、えー、主流派の人たちと違う人たちが少数民族が住んでおりますまあここなんかから土地を奪ってですねそしてパキスタン経済回廊パキスタンチャイナ経済回廊これを作ろうと、えー、いうようなことでもうバローチ人は大変、えー、ゲリラ的に、えー、これに抵抗しておりますけども、えー、全くやってることがまあかつてのイギリス帝国主義以上の帝国主義植民地 ですね、それからまあ国内ではウイグル人やチベット人をいじめてるのは、これ、かつての独立国ですね、を侵略していじめてるのはご存知の通り。ということで、とてもチャイナがです、ね、グローバルサウスのリーダーになんかはなれませんということなんです、ですから今、そういうパースペクティブを言ってる人たちがいます、ロシア、チャイナ、ブリックスで、これがです、ね、力を経て、他の第三世界の国を全部従えて、先進国と戦うというような、これも向こう側から仕掛けている第三世界大戦ですね。これもあり得 とてもそんな同盟関係は持ちませんそんなグローバルサウスそれほどですねみんな一致してチャイナとロシアのものに、まあ、下に馳せさじるような体制ではないということです思惑はるかに違っている国々によってですね六番目なんですがこれ冒頭に申し上げたことの一つなんですがサウジがアメリカとのドル協定を更新せずそれゆえにドル石油本位制のもう終焉だというふうに議論が多いんですけど私はクエスチョンマークつけましたこれも6 6月9日からそううなっっててるんだって言うんだですけど実実際そうなってままませんドル制は事上だ続きます、えー、ですでけどこれはフェイクニュースですね7番目こういうことをいろいろ言われているけれどもしかしドルは即暴落しないとルーブルもゲンもブリックス共同通貨そのものがもし出ればですけども代替するドルを代替することは不可能であるということこれを確認しておく必要があると思います8番目、まあ、将来どうなるかというとプーチンがある程度グローバルサウスのリーダーになってるのは事実な なんですよね、しかし、トランプは、まあ、強いて言えばグローバル・ノースのリーダーに今年の11月に復帰する、まあ、大統領になるのは来年の1月ですけど、そうすれば、ですねこれが戦争ではなくして、戦争ではなくして、対話、グローバル・サウスのリーダーたるプーチンと、グローバル・ノースのリーダーたるトランプが、ですね対話をして、世界経済全体をよくする、そういう話し合いができる可能性ができてくるということです。これれはもうバイデンン早く追い出してですねトランプ政権にだければ こういう平和と繁栄の図式も見えてくるということですね。九番目、トランプの副大統領候補が二十七日六月二十七日に発表されます。同じ日にトランプ対バイデンですね、T B、T vs B って書いてあるトランプ対バイデンの討論会も行われます。まあこれは行われたら、まあ副大統領候補も発表されたらその後でおそらく一回は臨時配信をこちらからすることになると思います。ワールドフォーキャスト。十番目、台湾の話です。 青行動ってなんですねブルーバード、青鳥行動、対これはですね、乱用行動っていうんですけども、これも藍色の鷹っていうんですね、これも英語ではブルーって訳してますブルーホークですね、ブルーイーグルの行動、これは国民党支持の側なんですね、こちらはまあ民進党支持、民進党支持というか、あの国会の権限拡大法が、デモクラシーを破壊するというんで、一般市民から起こってきた行動、これが今、台湾で行われていると。 この対立図式ですね。こちらが明らかに国民党の,の党がやってる運動ですね。はいで。えー 考えていいたただきたいのは台湾で起きていること、これは民主政治の手法を使って民主政治を破壊するということですね、議会の権限を拡大するといって、一見いいことのようですけど、それによって大統領府、行政府が全く機能不全に陥らせようと、要するに議会独裁のような形にしようということですね、これは国民党派が多数を占めているからなわけです、そうするとそういうことをやってる人たちって他にもいるよね、デモらラシーってのは非常にそのバルネラブルですね、脆弱です。えー、みんなの善意に期待しして成立し ているのがデモクラシーのシステムですから、みんなが国家全体のことを考えてくれるえー、ごいつも追求しない。公共の善というもの、みんなが心の中に置いて追求するんだという人たちを前提として、でも手しかデモクラシーには成立しないわけですよね。そうすると、そういう善意を前提として、しか成立しないシステムに悪意を持った人たちが入ってきたらどうなるかということでえー、常時そろそろやっていることもそうですね。あちこちで国家を破壊するような極左の人間をですね、えー、どんどん立候補させて。 政を出すオバマもそうですよね、えー、オバマがやったことについてはです、ね、これでばらしましたけども、えー、超福祉国家を作ってですねそれよって国家財政を破綻させてやがて社会主義革命に持っていくということですよねだからバイデンが今やってることもそうですね、まあ、バイデンはそもそも、えー、デモクラシーの根幹である選挙そこにインチキを持ち込んで大規模不正行,行為をやって負けるはずの人間が勝ってしまった権力握ってしまった、まあ、ヒトラーもそうですねワイマール共和制の民主政治を利用してですね えー、そして、えー、そこで独裁政権を作っちゃって、今の東京都の知事選挙もそういうことは言えるんじゃないですかね、もう外国のひも付きで日本のデモクラシーを破壊しようという候補がずいぶん出てます、えー、危険だなと思って、見ております、えー、では各論に入ります。